6月26日水曜日、時計の針が午後5時を回りました。 79.2 レインボータウン FM 三佐代のふるさと自慢アジ島の時間がやってまいりました。お願いいたします。はい、当該汽船からですね、はい、旅客部の広報宣伝室室長の柳葉さん、はい、そしてバンティアンクルーズ株式会社ウェディングプランナーの浅野夏美さん、はい、ようこそお越しいただきました。前回に続いて夏美ちゃんは2回目、ね、あら、柳葉さんはもうベテランですね。いや余裕ですよ。余裕ですよ。よろしくお願いいたします。はい、こちらこそ、はい、今日はですね、浅野夏美さんには、はい、青空の下での結婚式、そうですね、戦場ウェディングの戦場ウェディングですね。はい、はい、で、あの室長の方は、はい、今日新島、伊豆室長のうちの伊豆室長ね、はい、順次お知らせを、耳で結構なんで、短い時間で結構なんで、はい、お願いしたいと思います。そうですね、よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。その海の上での戦場ウェディング、そうですね、これはちょっと説明していただければと思うんですが、はいはい、私たちはですね、船長挙式と言いまして、船長さんが牧師のようなあの司会進行をしていた、うん、船長さん、船長さん器用ですね、船長さんも。そうなんです。なので、あの着岸したまま、挙式を行いまして、やはり船長挙式ならではの汽笛のベルを新郎新婦様と船長3人で鳴らしたりだったりとか、公開日誌にあの名前署名をしていただくようなセレモニーも、ちょっと特別変わった、キャプテンセレモニーの方をご用意して結婚式を行っております。今ベルっておっしゃいましたね、はい、ベルなんですか、ドラとかじゃなくてベル。汽笛ですね。汽笛、はい、周りにいる船だったりとか、港にですね、はい、ここで結婚式を行ってますよというお知らせを意味も込めて、はい、ね、あ、なるほどですね、はい、ご用意しております。今ですね、後ろの方に心に残る、ね、あのクルーズウェディング、はい、バンティアンデッテ、そうですね、あります。幸せそうなピンクの色で、ね、はい、囲まれて、いいですね。一応こちらもウェディング、うん、あのバンティアンでプリンセスプランといいまして、30名でこの約100万円の方でプランを用意しておりますので、はいはい、99.8 という数字になりますね。そうですね、はい、30名様で 99.8。 そうですね、で、あの安いような気がするんですが、そうですね、はい、で、結婚式も披露宴の料金もすべて込みの値段となっておりまして、はいはい、お衣装代は、保証はちょっとまた別に提携というところがありますけれども、ご用意しております。で、70名様いらっしゃれば全船貸し切り、はい、全船チャーターで結婚式を行っております。70名以上なんですね、船一層、なかなか、そうですね、70名できると思いますけれども、はい、ご用意しておりますので、今までにそのウェディングをやった、はい、何組ぐらいっていうのは大体わかりますか。ですね、船はもう平成元年から出航しておりまして、はい、約1400組の、1400組、はい、ご用意しております。はい、はい、いや、で、名前のプレート、うん、メモリアルプレートというものも、うん、セレモニーの中でご用意しておりますので、うん、そのプレートを貼り付けていただいておりまして、船に、あの船がある限りずっとそのお名前と日付が刻まれているメモリアルプレートも、今の船にご用意しておりますので、はい、あの私ね、実は見に行ってきました、ね、そのプレートを見に行ってきました。 ありがとうございます。順番にですね、何年にどなたが挙げたっていうのを、その新郎新婦の名前が全部で、ね、刻んだものが、プレートが、この金のプレートがね、そうですね、貼られてる、貼り付けてありますので、ね、記念日だったりとか、お子様ができた時に一緒に乗船だったりとか、記念に乗船されております。物語が続いてるんだ、はい、先ほど、ね、先ほど話しました、特別な日は海の上でですよ ね、 ね、そうですよね、はい、それ結婚式だけじゃなくてですね、そうですね、いろんな特別な日があると思うんですが、はい、そういう時もぜひ乗船していただきたいですね、はいはい、お待ちしております。はい、これはもう一年中通して大丈夫なんですね。そうですね、このプランはもう一年中、はい、ご用意しているプランになります、もう夏でも何でも、 もう海の上ですから気持ちいいですよね。そうですね、うん、で、冬も冬で、あの空気が澄んでますので、うん、はい、運が良ければ富士山だったりとか見えたりしますので、もう毎日シーズンも、しかしいいですね、幸せ作りのプランナー、ありがとうございます。そうですよね、はい、お若いのにもう本当に、ね、いろんな方々のプランナーをやられてる、ね、はい、プランニングをして、やっていただいてるんじゃないかと思うんですが、はい、楽しくないですか、こういうお仕事。幸せですね、私の方も。あ、なるほど、ね、
バンティアンクルーズの中でですね、結婚式あげたいって、はい、もし申しましたら、はい、どのようにお問い合わせすればよろしいですか。東京バンティアンクルーズで、うん、電話番号ですかね、はいはい、はい、電話番号ですと東京 03-5472-4667 のこちらの番号の方でお問い合わせしていただければ、はい、私浅野が受け止まっておりますので、はいはいはい、03-5472-4667 こちらの方までですね、ぜひお問い合わせいただいて、はい、自分の娘が結婚したいんだ、息子が結婚したいんだで、そういうのはもう、夏美ちゃんが、はい、しっかりとプランニングしていただいて、ね、一度下見にね、そうですね、お待ちしております、ね、そうですね、はい、私たちもね乗せていただきましたけど、そう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 、素敵でしたよね、うん、もういい風を受けながらね、そうなんですよね、2時間近く、ね、楽しい時間でした、ね、本当ですね、はい、そしてですね、室長、そうそう、今日はですね、はい、伊豆七島ということです。そうだよ、伊豆七島のですね、新島を今日ピックアップさせていただきました、ね、これから夏本番を迎えるんですけれども、もう新島、夏といえば新島というぐらいですね、夏といえば新島、その新島の今ですね、ここに、はい、これは新島なんですね。そうです ね、これは新島の羽伏浦という海岸になるんですけれども、はい、非常に大きな波も来るということで、はい、まあ、サーファー、それからボディーボードされる方がですね、非常にたくさん多く、砂浜が ね、うん、白いですね、そうですよね、真っ白ですね、ここにね、東海汽船のシールが貼ってありますけど今年の4月から行くのかね、しました、ジェットホイールですね、はい、サーファーがほら、うん、愛してやまない島ってパンフレット書いてますから、そうですよね、ね、いい波が来るんでしょうね、あ、いらっしゃいますね、もうその特徴は、はい、そのもやい、もは、もあい、もやい、もやい、もやい像がありますよね、ございます、はい、あちらのその掘ってるのすごい触ったら柔らかかったたんですが、そうですね、はい、あれ、あの新島で石だってお聞きしてるんですが、はい、あの新島とイタリアのシチリア島でしか取れないというですね、高、うん、石という石になるんですね、高、うん、石、高石、はい、シチリア、はい、地中海の、そうです、そこと新島でしか取れないという石なんです、貴重な石なんだ、そうですね、すごい柔らかい、そうですね、柔らかくて軽い石ですね、軽石とはまた違うんですね、違うね、違いますね、はい、もう少しキメがね、軽石はあのちょっと気泡が一箱入ってる、ね、そうですね、ありますが、そこまではないんですけれども、非常に軽くて強度のあるものですね、ガラスの原料にもなりますので、渋谷駅にもね、ガラスの原料、そうそうそうらしい、ガラスの原料になりまして、新島ガラスというですね、非常に綺麗なオリーブグリーンの、ガラスが作れるということ で、オリーブグリーン、はい、はい、その他に、あ、ここにオリーブグリーン載ってました、そうそう、綺麗な色でね、綺麗ですね、はい、ガラスですね、これですね、このグリーンのすごい綺麗ですね、でここにモヤイ像がありましたね、はい、はい、あ、ここにまたなんかこの島の中にたくさんありますよ、あ、そうなんですか、そうなんですか、いや、これね、パンフレット見てね、びっくりしたのは、うん、石の動物園ってあるんですよ、はい、あの石の動物園、あ、え、高画石で作った動物、象だとかライオンだとかですね、暴れる心配がない、あら、あら、はるかさん、ここに座ってる、あら、これは私のおじさんです、あ、おじさんでしたか、はい、あ、そうでしたか、はい、その特徴としてしましては、はい、その高画石という石が取れるってことなんで、その他に何か特徴的なものがございますか。まず新島といえば、うん、草屋ですね、あ、草屋ですね、はい、草屋のふるさと、着物の王様ですね、てますね、はい、はい、草屋って召し上がったことあります？いや、ありますよ、私ね、実を言うと知らないで、はい、お家の中で焼いたんです、あの1週間匂いが取れませんでした、はい、世界最高峰、はい、最高峰の香は香ると書きまして、はい、でもね、とっても美味しい、いや、味はもうね、最高ですよね、美味しかったですね、焼酎に合うんですよ、うん、これが、はい、ね、種子島の焼酎飲みながら新島のどうよ、その草屋を食べながら、いやいや、私も上野で最初食べた時に、名前知らずに食べたの、すごく美味しくて、それと匂いがセットというものを知らずに別なものだと思ってて、全国今でもだからもうしっかり通ってますよ、はい、やっぱりね、その香りからは想像できない美味しい味がありますので、もうぜひ本家家元、ふるさと、そうですね、もう400年近く続いている料理ですね、この新島の方には、はい、ジェットホイール行くんです、行っております、ね、はい、はい、東京から今最短で2時間20分で結んでおりまして、2時間20分、近い、で今年の4月から、一隻ジェットホイールが増えましたので、今まではあの夏場の最盛期に、はい、東京新島間2往復のジェットホイールの運行だったんですが、今年の夏は3往復いたしまして、お客様のご利用お待ちいたしております、このお問い合わせは
東海汽船でも弾けば大丈夫でしょうかね。そうですね、で東海汽船検索をいただければ、はい、一番上に出てまいります。そこでもう電話、まずは予約ですね。そうですね、予約をしていただかないと。そうです、ね、やはり夏場の最盛期は満席になることもございますので、はい、お日にちがお決まりになりましたら、お早めにご予約いただければと思います。東海汽船さんの方でこの宿泊とかそういうご案内もしていただけるんですか。はい、往復の船と現地のお宿がセットになったパック旅行もご用意いたしております。あ、それは便利だ。はい、は行きたい。温泉もある、うん、温泉もある。しっかりと温泉もあります。24時間無料の温泉がございます。無料の温泉、無料って書いてますよ。はい、行きたいな。混浴になってますので、水着を着て。あ、なるほどね、はい、なるほど、はい、そうですね、水着を着てですね。ただこの温泉がですね、西側の海に向かって、海に面している温泉なんですけれども、はい、ここに入りながらですね、はい、水平線に沈む夕日を見ながら、はい、お風呂に入れると。ちょっとね、パンフレットに載ってますけどね、ギリシャの古代神殿を思わせる展望風呂って書いてますから、はい、イメージは、ちょっとその辺の、そうですね、温泉とはまたちょっと趣が違いますね。いや、全然違いますね。ね、開放的でね、はい、いいですね、ぜひですね、これ、ね、今日は新島をやっていただきました。そうそうそう、で毎月1回ですね、東海汽船さん、そして、東京バンティアンクルーズさん、はい、お越しいただくんですが、ね、月1回をですね、皆さん楽しみにしておりますので、また来月もですね、そうそう、今回は新島でしたね。はい、次のは内緒ですね、はい、まだ。そうです、その隣は式根島になります。隣は式根島です、ね、天気を見ながら当日のね。なるほど、なるほど、はい、そうですね、はい、ぜひですね、また来月を皆さん ね、お楽しみにしていただいて、はい、はい、お越しいただきたいと思います、はい、本日ありがとうございました。ありがとうございました。